おはようございます。おはようございます。今日はどこに行きましょうか？今日はね、はい、焼肉。おお、ついに来た。ついに来ました。浅草って、はい、焼肉の美味しいお店がたくさんあるんですよ。で、僕がおすすめする焼肉屋さん、あえて3つ選ぶとしたらですね、土佐屋さん、はい、本土佐屋、それから焼肉弥一、はい、それからビースト、はい、これ実はですね、みんなファミリーです。あ、そうなんですね、中でも僕が一番よく行く、店主も一番仲良しな焼肉弥一さんに、はい、皆さんをお連れしたいというふうに思ってます。やったはい、着きました。はい、焼肉弥一さんもういい匂いするね。本当ですね。これは楽しみだ。こんにちは。よろしくお願いします。すみません、トモくん。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。オーナーのトモくんです。どうも、トモです。どうもです。よろしくお願いいたします。この茶番が。すごいですね、サインの数が。志田会長とか、そうですね、あと勘九郎さんとか。あとはもう野球選手が最近よく来てくれるんで。伊藤井もいますもん。伊藤井来てます。すごい。神さん好きですね。もう僕らの世代はもう野良犬はもう英雄ですから、まあというようにですね、有名人がたくさん来てます ね。本当ですね。一つ言うのはね、強い人たちばっかりです、ここの2階ってアンディーさんムエタイチャンピオンの世界5冠王、はい、リトルタイガーでしょ。リトルタイガー今7冠獲得したんじゃないですかね。かけさん、飲み物は？じゃあ僕はレモンサワーをお願いします。僕ね、いつもここのカウンターでね、はい、一人で食べるんですよ。で、トモ君から直々に焼きを教わったんですよ。はい、だからね、あの焼き肉屋ってうるさいっていうか、焼いてくれますもんね、かけさんね。だって嫌だもん僕ね、思うんですよ。焼肉っていうのは、はい、天主さんが本当にこだわってお肉を仕入れて、はい、我々に託してるわけでしょ、はい、あれをね、いつまでも焦がしちゃったりとかタレントに置いてなんかこうべちゃくちゃ喋ってるやつとかもうイライラしちゃう。今日置かれたらもうすぐ食べてほしい。今日暑すぎですよ。寺門のジモンの次にうざいからほら、こういうことやるの、ほらこういうことやるんですよ。カゲさん、マイグラス、どうぞ。優勝力士じゃないんだから。カゲさんはいつもこれでグイグイ行きますか。いやちょっとレモン、ちょっと待って、前もこれだったっけ。なんか、前よりもでかくなってるんですか。重っでは、いただきます。でもね、美味しい。レモンいっぱい入ってこういうね、悪ふざけをする子供用プールぐらいありますよ。本当ですよね。ちなみに何杯分ぐらい入ってるのかな。これは中ジョッキで言ったら、どのぐらいですかね。8杯分ぐらい入ってるんですか、はい、俺、出来上がっちゃうじゃん。満タンが7リッターなんで。あ、そう。でよく一気するしてるんですけど、うん、いけると思って全然いけないんですよ。割と深いんだ、はい、エグザイルじゃないんだから。今日はね、はい、弥一さんといえば赤身のお肉が美味しいですから、はい、本当に肉を食いたい時に僕はここに来ますなのでその三秒ロースね、はい、3秒ロースと、はい、それからニンニクハラミ、はい、たっぷりのニンニク絡めて食いますから、はい、それから、炙りのお寿司をね、あーすごい、それを握り食いましょう。食べます食べます。はい、ほらもう来たよ。じゃあ赤石の三秒ロースですね。これさね、はい、師匠に焼いていただきましょう。師匠にいいんですか、ね、はい、ほらほら、もうあのね、余計なことべちゃくちゃ喋らないで、はい、もうお箸持って待つ。はい、わかりました。はい、ここもう待ちますからね。はい、ではよろしくお願いします。はい、いただきます。
あ、じゃあまずこれで。本当に3秒。はい、タレをつけずに召し上がる。タレつけずにいきますよ。はい、うまっ。うまい。いやいやいや、すごいなこれ。うまみがすごいよね。そうですね。甘い。美味しい。強いですね、この肉が。じゃあ、すだ、いくよ。はい。ここはね、日本武道館です。はい。ね、ジャンボ鶴田対三沢光晴。はい。さあ、リングの上で三沢光晴が切り返して、ほら、この武道館の歓声。本当だ、聞こえる聞こえる。はい、カウント1、2、3! 三沢がジャンボを倒しました。はい、食べて。忙しい、忙しい。忙しい、忙しい。はい。どう？ノックアウトです、これは。時代が動きました。うまいよね。この男でもあの〇で焼肉連れてた時、あのダンに浮気してましたからね。あ、うん、もうそれ食べちゃダメ。ここもピーで使います。いや、一回ここを連れてきて敗戦してるんで。ねえ、トモ君。え、そうなの？一度来た。あの子ですね。それ誰だと。あ、そういろいろやってんだね。いやいやいや、赤牛みたいな顔しやがる。どんな顔ですか。来ましたよ、スーさん。あ、もうお皿の上でよく混ぜて焼いて召し上がってください。うわ、すごい。これいろんなとこフェイス出て、あのナンバーワン取ってて、うん、うまいね。いや、これでもさ、ほんと網がさ、はい、ニンニクでやっぱりさ、こう汚れちゃうわけですよ、うんうんうん、ところで、なるべく汚れないように焼きたいんだよね、俺は。いやー、すごいな。これ友達少ないから一人で食べに来て、ずっとね、肉と対話してるんですよ。どの辺かなみたいな。はい。いやー、いい香りするね。いや、本当にもうニンニクの、すごいね。すごいいい香りが。うまそうですよ、これ。うん。いくらでも食いますね。なんか強くなった気持ちがします。いや、そうですね、うん、なんか筋肉ついてるんだけど。ご飯もらえますか。いや、じゃあすいません、やらさせてもらいます。はい、キラキラで美味しそうなお肉だな。サーロインですね。お肉がもう刺さって、よし、卵はアレルギーはないです。スマのアレルギーが少し。ちゃうんだ。かけますね。はい、どうぞ。これ美味しい。うまい。言うなれば、
すごい上手な足裏マッサージに行って、はい、上手すぎて気持ちよくて眠っちゃって、はい、気がついたら終わっててちょっと損する時ってあるじゃないですか。そんな気持ちよい。食べ終わっちゃったって俺美味しいはずなのにいいのか悪いのか、なんかもうほらいなくなっちゃってるから。八一さんはやっぱりこの赤牛が強いんだ。そうですね、今力入れてるのは赤牛ですね、熊本の赤牛。いろいろ食べててやっぱ赤身、やっぱどん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 油系がダメになってて、まあ、今健康食とかも多いじゃないですか、うんうん、それで赤身特化したいなーって時にやっぱ熊本の赤牛出会って、はい、確かにこう昔は霜降りが高級だったけど、はい、今こっちなんだ、健康志向で、はい、あーなるほど。もう赤身がすごい強いのに硬くないっていうのを聞かれましたね。へー、確かにほわほわだったもんね、はい、肉の甘みも強いし、うん、それで今ちょっとおすすめで、はい、やってます。そうかね、あ、ありがとうございます。おいしい。お酒飲んだ後の最後の締めに、はい、手形のスープ飲むんですよ。うんうんうん、本当にうまい。いい辛さだね。三品じゃ収まらず。そう。本当は冷麺も食べたい。やっぱ牛とかそういうのはやっぱり若さがあったり、うん、この卵の深みが全くないので、うん、でなんですけど、まあ、豚とかもすごい美味しいし、だから凝るんですよね、壺につけてヤンヤンカルビにしてとか、そういうやつで、あ、それは牛そのものの違いがあるからそうするわけだ。日本の和牛がすごい強いですね。そっか、いや日本の和牛ってすごいんだね。すごいですね。お店ってここ以外にもあるんですか？あ、そうですね、おかち町浅草に一つと、はい、おかち町にももう一つ、はい、2店舗目出してますね。で、コロナが関係なかったらここは結構遅くまで営業されて、そうですね、朝4時まで。朝4時、はい、すごい。やっぱあの僕みたいなアホな人間が、はい、あの夕飯食べてちょっと飲んだ後に、はい、もう一回お腹空いてくるんですよね、多分。いや、トモ君プレゼントがあります。お久しぶりだと思うから、これ結構ね、いい仕上がりだと思うんですけど、こんな感じに仕上がりました。最高じゃないですか。最高。よく見るとこれ、あの八一のお肉ですから。本当だ、うん、すげえ。しかも祭り。三社祭りの町会飯店来てますから。ああ、なるほど。もうそのままの格好、僕の格好さすがだけさ。よかった、ふんどしのケツとか見えてなくてよかった。うわ最高、ありがとうございます。ありがとうございます。トモ君もずっと浅草なんですか？あ、もうずっと浅草ですね、はい、浅草好きですか？浅草好きですね。僕も大好きなんですよ。あ、浅草の〇好きなの？浅草の〇のあの好きなだけ。いやいやいや、なんでそういうこと言うんですか。で、撮影してる時に結局みたいなやつが入ってきて、一人で超キレてるわけ。みたいななんか言いながら食べてる。今思えばもやばったなって。うん、これモザイク入れながら、うん、使っちゃえばよかった。だって浅草のいるもん。確かに。